メルヘン街道のルートマップドイツメルヘン街道はドイツ中部の町ハーナウから北部の都市ブレーメンを経てブレーマーハーフェンまでを結ぶドイツ観光街道の一つ。グリム兄弟とその童話や伝説にゆかりの地を結ぶ観光街道で全長約 600km。支店のハーナウはグリム兄弟の生誕の地、終点ブレーメンは彼らの童話、ブレーメンの音楽隊で名高い街である。 もともと、この二つの町を結ぶ街道が古くからあったわけではなく、途中の70以上の町がこの街道に参加し、断片的な道路を結び合わせ観光街道として整備したもので、1975年に組織された。ハーナウ、マルクト広場のグリム兄弟像主体ナウのグリム、博物館マールブルク旧市庁舎カッセルから、メルヘン街道は一時的に二つのルートに分かれる。 東寄りの、惚れのおばさんルート、西寄りの、茨姫ルートである。このルート沿いにあるゲッティンゲンは、グリム兄弟が教鞭を取った大学があるゆかりの町で、あるが、町として、ドイツメルヘン街道に加盟しておらず、ゴティンガー・メシャンドンと EV という協会が加盟している。茨姫の城のモデルといわれるザーバブルク・ハーメルンの、笛吹き男二つのルートは、ヘクスター付近で合流する。 ブレーメン、マルクト広場の学体像ブレーメンの手前で分岐して、北に向かい、ブックステ風でまで行くルートもある。小沢敏夫、石川春江、南川佐治郎、グリム童話のふるさと ISBN41 億6019353。ありがとうございます。